はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日からですね、新企画を行おうと思います。世の中にはさ、いろんな料理があるんだけれども、なぜかわからないけど写真を見るだけで惹かれる料理ってあるじゃないですか。その中でも僕が最近ね、この料理めちゃくちゃ写真だけで食いたくなるなって思うものがございまして、それがチャーシューエッグ。美味しそうなチャーシューに目玉焼きが乗ったね、最高の定食。こういったね、写真を見るととてつもなくね、食欲が湧くんですよね。僕のね、動画の方では結構ね、ラーメンとか麺類が多かったので、今回を機にですね、こちらチャーシューエッグの旅ということで新シリーズを始めていこうと思います。で、今回のこのシリーズ第1弾として、僕がどうしても食べたいと思いまして、お伺いさせていただいたお店がこちら、栃木の小山にございます喜作さんというお店さんでございます。 SNS 見て僕が気になったのがこちらのチャー玉定食。もちろんね、こちらのメニューをはじめとして、ご飯物や揚げ物で、カレーやラーメンなんかもね、多数取り揃えてるお店さんでして、もちろんですね、本日はメインとなりますそちらのチャー玉定食食べながら、他のねメニューなんかも食べつつ紹介しつつ、皆様にですね、こちらのお店がどんなお店なのかっていうのを知っていただけたらと思います。そしたら早速ね、店内に入っていきたいと思います。お邪魔します。すいません、お願いします。あ、すいません、お願いします。お願いします。すいません、お疲れ様のところ、お願いします。ありがとうございます。はい、すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、もういい匂いが充満してますね。ということでですね、ただいま店内に入っておりますが、早速ね、チャー玉定食を注文したいところではございます。ただですね、事前に皆様にね、メニューのご紹介ということで、今回ですね、僕が気になってきたこのチャー玉丼がこんな感じの商品でございまして、チャーカラとかもあったり、サイズも選べたりと、まあ、かなりね、種類豊富なんですけれども、それ以外にも名物品としてこのソースカツですね、こんな感じで、まあ、ラーメンだったりカレーだったりね、かなり種類豊富なんですよ。で、これしかもよ、こんな感じでね、僕らには嬉しい満腹大盛りメニューってものがありまして、とんでもないサイズばかりのメニューが出揃っております。ただ今回はですね、そのチャー玉定食をメインに行こうと思いますので、ひとまずね、僕が気になっていたチャー玉定食注文していきたいと思います。したらチャー玉定食の台と、また後ほどちょっと追加させていただくと、ね、それでお願いします。はい、じゃあまずチャー玉定食お願いしますね。はい、お願いします。ちょっとね、いつもの撮影のテンションで1回の注文でね、一気に頼もうとしちゃったんだけど、今回はね、ちゃんと食べきってから順々にね、こう追加していこうと思います。ほんとこのチャーシューエッグ着目してからはさ、いろんなお店さんのチャーシューエッグ定食とかエッグ丼とか、まあ、調べてみたのよ SNS で。そしたらまあ美味しそうなのがいっぱいあるわ。なんかね、個人的には僕が行く定食屋さんとか丼物屋さんだとあんまりね、見ないなっていう印象なんですよ、正直なところで。ちょっとね、 SNS の方でも皆さんの知ってるチャーシューエッグ、僕に情報教えてくださいって書いたら、結構なね、件数がありまして、こういったものもね、順次こう各県にね、行って回っていこうと思うんですけれども、まだまだね、僕の知らないチャーシューエッグいっぱいあると思いますので、ぜひですね、こちらの動画のコメント欄に皆様の好きなチャーシューエッグ教えてください。僕が伺わせていただきたいと思います。あ、すいません、ありがとうございます。チャー玉定食のダブルになります。ありがとうございます。でっかいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、ただいまですね、こちら到着いたしました。チャー玉定食でございます。もう今回ね、台で注文したんだけど、すごい量ですわ。そしたら早速ですね、こちら出来立てをいただきたいと思います。いただきます。で、これで具材の方に関しては、チャーシューにこれエッグと、そしてこれ紅生姜にネギかな。で、マヨネーズもついてまして、定食になると冷ややっこ、ご飯で、こちらですね、汁物となっております。ちょっと見
てこのチャーシュー、うわー分厚いし脂身とこのタレよ、俺とご飯はたまんないでしょ。いただきます。うわ、うまっ、うまっ。やべえ、このお店さんをこの企画の第一弾にするぐらいもうずっと食べたかったチャータマだったんで、ちょっとね、あの一口目のパンチやばいですわ。お肉もね柔らかいんだけど、むっちり弾力のある食感でね、甘めのタレとこの胡椒のピリッとした辛み、これがねご飯に合う。うん、うまっ。そしたらね、ちょっとこの辺りで卵を割っちゃいましょう。うわ、これどう？これをさ、ちょっとせっかくなんでこれ黄身ディップして、しっかりと白身絡めつつ、トッピングね、紅生姜とマヨネーズもあえて、あ、これとさライスでいっちゃいましょう。こんな絶対うまいでな。うん、うん、今回はね定食大サイズなんで、ご飯ももちろん大盛りサイズではあるんだけど、多分ご飯足らないわ。このおかず感半端じゃない。ちょっとね、このチャーシューの下に隠れたこのパスタもありましたね。こういうパスタさ、定食っぽくていいよね。あ、この光景を見てこれ食べたいと思わない人います？これ全員が全員食べたいよね。うん、うまっ、ね、料理も美味しいし、お店の方もいい人しかいないんですよ。優しいあったかいお店で、絶対2回目撮影来ますわ。これ通いたくなる。追加お願いしても大丈夫ですか？ごめんなさい。でも本当にお店の方あったかいわ、居心地がいいわ。ちょっとやっこもそのままいただいちゃいましょう。うん、うん、で一応僕もさ、こういう企画初めてだから、目についたような情報とかは今入れるようにしてるんだけれども、例えばさ、僕がそれでもこう見落としてて、こういうお店の情報を知りたいんだけど気になるなって部分があったら、ぜひねコメント欄で教えてください。そしたらね、もうご飯、ね、最後の一口で、まあ、チャーシューも1枚ということで、まあ、ちょうどいい感じでね、こちらのチャータマ定食を完食しちゃいましょう。まあ、最後の一口はね、贅沢に黄身割らずに口の中で融合させたいと思います。うん、うまい。ごちそうさまでした。あー、すいません、ありがとうございます。今ちょうど完食したタイミングでですね、こちらの唐揚げいただきました。でこの唐揚げね、単品でお昼頼む際には3個と5個選べるみたいでして、もちろんね僕なんで5個で注文しました。ちょっとこの唐揚げいただきますね。あ、うまっ。で衣もサクサクだしさ、肉汁これもジューシーなのよ。うん、
味付けはちょっとほんのりと生姜の風味が効いてて、下味は濃くないんで、ご飯でもお酒でもね結構合うと思うよ。いやでもこんだけねちょっと気持ちも緩く撮影してるからさ、こういった一品食べてるとビール飲みたくなりますねありがとうございます。美味しそう今ね本当にお客さん多くてお忙しい時間帯なんだけど、注文して本当間もなくですよ。すごい速度で追加のメニューが到着いたしました。さすがにねちょっとこれ以上忙しそうなので追加注文するのはご迷惑かなと思いますんで、本日はですねこちらのメニューで、まあ、終わりとさせていただきたいと思いますが、その前にだまずこちらのね、もう我慢できなくなってしまってノンアルを注文させていただきました。そしたらですね、唐揚げも食べたんでご飯もの行きたいところなんだけれども、麺伸びちゃうともったいないからね、ラーメンから食べていきましょう。これラーメンなんだけど伝わるかな。今回ね大盛りで注文したんですよ。そしたらこのめっちゃ深くて口径の大きいお皿になみなみ、どうですこの澄んだスープ、たまんないでしょ。じゃあちょっとこれスープからいただきます。うまっ。おそらくねスープは煮干し系のね、こうじんわり優しい感じ。うわうめえ。ちなみにねプチ情報、補足情報なんですけど、栃木県って佐野ラーメンがあったりとか、宇都宮の方にもねご当地ラーメンではないんですけれども、こう有名なねラーメン屋さんとかがたくさんあったりとか、上から下から本当にラーメン大国なんで、いわゆるねこういう定食屋さんのラーメンとかでも他の県に比べてもレベルが違うぐらい本当に美味しいお店が多いので、ぜひですねこの栃木で定食屋さんに入った場合はラーメンもね試してみてください。そしたらこの辺りで麺いきましょう。というか大盛りにすると、これ見て麺量すごいわ、とんでもない量入ってる基本的にはね喜作さんのメニュー、僕の食べた感じで言うとどのメニューもね並盛りでも結構量多いんで、大盛りでね注文される際はお気をつけてください。うまい。このね、もちもちとした麺にこう煮干しのスープがよく染み込んでてうまい。そしたらそろそろねこの辺りでカレーいっちゃいましょうか。いただきます。うわ懐かしいこれうまい。結構甘めの本当に優しいけどスパイスの効いた家カレーだね。ホッとするわ。うん、もちろんデカ盛り大食いも楽しいんだけど、こうやって出来たてをね一品一品好きなものを頼んで、まあ、食べさせていただく幸せだねそしたらちょっとですねこの辺りでとっておき出しちゃいましょうか。このね注文した単品の唐揚げをカレーにドンとドンと。メニューにはね唐揚げカレーってのがあったんで、もうこれ絶対やろうって決めてましたちょっといただきます。うますぎ。
ということで、ただいまですね、しっかりと全品完食させていただきました。ごちそうさまでした。先生、ありがとうございます。すいませんでした。ごちそうさまでした。お忙しいところすいません、すいません、忙しいところで。失礼します。はい、3650円になります。いや、安い安いですね。はい、ということで、ただいまですね、気さくさんで、僕が気になっていたチャー玉定食、そしてこれも食べたいなっていう単品を、まあ、いろいろと楽しんでまいりましたが、あのね、マジで全品うまいわ。最高すぎる。で、しかもよ、今回定食も含めて大盛りもしたし、4品いただいて4000円しなかったからね、あまりにも安すぎます。まあもちろん、公開もね、実際食べてる時期とはちょっとずれたりとか、今後ですね、もちろん営業していく中で価格改定なんかもあるかとは思いますけれども、本当にね、全体的に安いのにメガ盛り大盛りのお店ですので、ぜひですね、皆様もこちらの気さくさんで美味しい料理食べてみてください。本当にですね、ちょっとこの撮影して一個思ったのが、僕らがこういう企画をする唯一の難点、大きいもの食ってもちっちゃく見える。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。今回から新しく始まったこのチャーシューエッグの旅、どうでしょうかね。僕個人的にはね、やっぱり写真とかをね見るとどうしても食べたくなる料理の一つなんですよね。なかなかこういうチャーシューエッグっていうものを置いてるお店って少ないとは思うんですけれども、ぜひぜひですね、皆様、うちの近所にこんなところがあるよなんていう情報をですね、コメント欄に書いていただけたら、幸いでございます。いや、どんどん行きたいのよ。で、もちろんね、あの定食だけじゃなくて丼とかでも全然構いませんので、教えてください。もうすぐ行きたいと思います。で、今回のね、気さくさん最高だね。やっぱりこういう定食屋さんっていうのはさ、味が美味しいのはもちろんなんだけれども、人柄というか人情っていう部分で、なんかね、こう食べに行っても嬉しく楽しくなるようなね、そんな気持ちにさせてくれる素敵なお店さんでございました。今回は一応チャーシューエッグの旅ということで、気になってたこの商品を食べたんですけれども、改めて通常の撮影のようにですね、デカ盛りを食べに行きたいなと思いました。絶対にちょっと2回目行きますんでね、この気さくさんの動画を見て、このお店さんの動画いいなみたいな、そんな感じでね、思ってくださったら、ぜひですね、2回目の撮影も楽しみにしていただければと思います。ということで、本日はこんな感じかな。ゆるーく雑談をお届けさせていただきました。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。